本に住んでいるとして、首都直下型地震や東海地震に備えるとしたら、どのようなものを備蓄したら、どのような想定をして対応策を考えますか？ 311、2011年の時、3階建てのアパートに住んでたんですよね。で、その何年か前に11階建ての10階とか住んでたんですけど、まあ、なんとなく僕、高い建物住むのやめてますね、今。大丈夫だと思うんですけど、万が一があった時とか、311の時とか停電結構あったじゃないですか。エレベーターじゃないと登れないみたいなとこ住むとめんどくさいじゃないですか。何かあった時のことを考えると、タワーマンションとか買うことは多分一生ないと思いますね。タワーマンションで火事になった時って、だんだん火が上がってくるじゃないですか。で、一応タワーマンションって各階に消火設備があるって言われてるんですけど、その各階の消火設備で何ともならなかった場合って、だんだん火が上がってくるのを自分はベランダの下の方で見ていくわけじゃないですか。あ、火上がってるわっていう。ヘリポートで逃げるとかっていうのでも人数の制限があって、ほぼほぼ役に立たないんですよ。このまま僕は何十分か後に焼け死ぬんだなって思いながら待ってて、火が上がってきて、うわ、熱いよって焼け死ぬじゃないですか。まあ、タワーリングインフェルノって映画があるんですけど、なんか、その状況を考えると、そこまでして住みたいって思うんですよね。知り合いがタワーマンションの上の方に住んでて、朝方に超混むらしいんですよ、エレベーターが。出勤するタイミングで、そのタワーマンション全員がエレベーターホールに行くので、列になってるからすぐ乗れないらしいんですよね。下に行くだけで30分くらいかかるらしいんですよ。要はエレベーター待つから。出勤なら仕方ないかもしれないですけど、そのコンビニに行くとかでも片道30分かかるんですよ。で、まあ、帰りも10分ぐらいかかって、マンションの下にコンビニあるんですよ。でも、コンビニに行くだけで40分かかるんですよ。そう、八王子の田舎でも家からコンビニまで40分もかかんないわけですよ。なので、すげえ不便っていうのがあって、なので僕はあんまタワーマンションみたいに住みたいとは思わないですね。周りがいいので投資して売っ払うとかみたいな目的だったらいいと思うんですけど、夜景が綺麗とかって3日で飽きますよ。